現在軍事演習を終えた中国空母遼寧ですが、中国へ帰還しています。今回は沖縄、台湾での遼寧と中国艦隊の動きを見ながら詳しく見ていきますね。日米ともに今回は睨みを利かしています。そのためか中国空母3艘が動かないという事態に果たして。南シナ海のアメリカの空母ルーズベルトが中国の遼寧打撃群を追跡中というニュースが飛び込んできました。大国の空母打撃群が退治したという緊張が走る事態です。ハラハラする状況でしたが、遼寧が我慢比べに負けて動き出しました。そのせいで、遼寧の打撃群の情報はすべてアメリカが手に入れたことになります。2021年4月3日、海上自衛隊は中国の航空母艦遼寧と駆逐艦3隻、フリゲート艦1隻による6隻の艦隊が沖縄本島と宮古島間の公海を通過したと発表しました。実は、この艦隊の行動を追尾していたということも公にしたのです。この艦隊を追尾と監視業務に当たっていたのは、海自の護衛艦鈴月と、B1 哨戒機、B3C 哨戒機等の航空機です。中国の艦隊は、公海上の通過でもあり、特に問題となる行動はなかったそうです。そもそも、この遼寧という艦艇は、中国海軍初の航空母艦ではありますが、練習用艦艇という位置にある艦なので、護衛の艦艇と艦隊を編成して、太平洋方面へ抜けて、軍事演習をために、航行していたものとみなされています。事実、2日後の4月5日には、中国海軍が、航空母艦遼寧等の6隻の艦隊が、台湾沖太平洋海域での軍事演習を行ったと発表しています。この軍事演習は、台湾やアメリカに対する示威行動だろうと考えられます。今までも、台湾の防空識別圏への侵入を繰り返してきた中国ですが、2021年に入ってからは、回数も侵入する数も増える一方です。遼寧を中心とした艦隊の軍事演習も、言うまでもなくそのような行動の一つということが伺えます。海洋進出を続ける中国の動きに呼応したかのように、アメリカ海軍は、4月9日、大型の原子力航空母艦セオドア・ルーズベルトを中心とする、空母打撃群を南シナ海に派遣したことが報道されました。アメリカ26代大統領の名前と同名で、史上最大の軍艦と呼ばれるほど、巨大なセオドア・ルーズベルトですが、この空母打撃群には、アーレイマーク級駆逐艦のラッセル、タイコンデロガ級巡洋艦のバンカーヒルが含まれているだけでなく、護衛艦として、複数のイージス艦を従えています。これらの艦艇に加えて、ワスプ級強襲揚陸艦のマキンアイランドも、ここに合流しました。陣容を聞いただけでも、アメリカの威信をかけたかのような、かなり大掛かりなものだったことには、違いないようですね。これらの艦艇による軍事演習を南シナ海で行ったことを公表すると同時に、この行動が
中国への牽制行動ということも明示しました。中国とアメリカ、世界の軍事大国である2つの国が航空母艦を中心にした空母打撃群艦隊を繰り出して軍事演習を実施したということは、字を見ただけではあまり差のない戦力を見せつけようとしたのではという感じがしますね。しかし中国とアメリカにはまだまだ大きな差があるのです。中国艦隊の中心は空母遼寧ですが、前述の通りの練習艦です。ということは、艦載機も少ない数しか搭載できませんし、航空機を発出するためのカタパルトもありません。ですから、空からの攻撃に使える兵器の攻撃力は、アメリカにははるかかに及ばないレベルです。中国艦隊に随伴させている駆逐艦についても中国製イージス艦と言っていますが、アメリカのアーレイバーク級駆逐艦、タイコンデロガ級巡洋艦などに設置されている本家本元のイージスシステムとは格段の差があると思われます。中国のこういった水上戦闘艦は母艦である航空母艦の防衛が本来の主な任務でした。しかし、長い時間をかけて積み重ねてきた複数のターゲットに対する防空対処能力についても、まだまだ中国はアメリカ軍の水準には達していないだろうと推測されます。つまり、万が一この2つの空母打撃群同士が真正面からぶつかる最悪の事態になったとしても、今の時点では攻撃力についても防御力についても中国海軍がアメリカ海軍より優位に立つということはありえません。もう一つ、空母打撃群には必ず攻撃型潜水艦がついてくるはずですが、両国潜水艦の性能を比べてみても、対潜戦哨戒能力の点から見ても、中国海軍のレベルは低いので、正直脅威とは思われませんね。当の中国は、そんなことは嫌というほど理解しているはずです。だからこそ、自身に全く勝算のない今時点での空母打撃群同士の衝突などは考えていないでしょう。衝突したら中国自身が手ひどい傷を負うことになりかねません。アメリカ軍に対してはあくまで威嚇程度に止めると推測されます。中国が武力を行使するとすれば、アメリカのような大国ではなく、自分よりもずっと力が劣る相手だろうと思われます。さらに条件を加えれば、最大のライバルであるアメリカと政治的にも少し距離のある国、例えばフィリピンやベトナムあたりを狙う可能性が予想されます。長い間、アメリカ軍基地を置いていたフィリピンですが、増大する基地負担金が国家予算を圧迫したため、ピナツボ山の噴火などもあったことで、1990年代に駐留アメリカ軍基地を廃止しました。アメリカ軍はフィリピンから撤退したのです。その後のフィリピンは中国に接近していたようですが、南シナ海への海洋進出を進める中国と、スプラトリー諸島の領有権をめぐって対立が激しくなっています。2021年3月、このスプラトリー諸島内のウィット山礁周辺に中国船舶が200隻以上も集結したことが確認されました。フィリピンはこれに抗議する目的で
FA50 ペーハー戦闘機を出撃させました。この FA50 ペーハー戦闘機は韓国製で、購入した国の多くでは練習機として使用しているのですが、フィリピンでは唯一無二の戦闘機として実戦配備していましたから、これを投入する姿勢を示したことで中国へ対抗する意思を明らかにしたとも言えましょう。虎の子の戦闘機を見せて脅しをかけたというわけですね。こうしたフィリピンの動きに対する中国海軍の動きですが、前出のウィット山礁周辺海域に新型の22型ミサイル艇を投入しました。この船は対艦ミサイル8発、防空用にも使用可能な 30mm ガトリング機関砲を備えた艦艇です。フィリピンに舐められてられるかとばかりの中国の行動ですね。フィリピンの FA-50 ペーハー戦闘機が中国側の予想を裏切って接近してきたら、格下の相手とみなしている中国は対空兵器としての 30mm ガトリング機関砲を使用する可能性も考えられます。いずれにしても、南シナ海の緊張の度合いは、ここ数年で飛躍的に高まってきたという意見を聞くことが多くなりました。しかし、中国がことを構えるとすれば、巨大なアメリカではなく、自分より力が弱いと、上から目線態度で臨める。周辺国を相手にした事態が確率としては高いのではないでしょうか。